はい、皆様おはようございます。本日はですね、またもや手抜き中の手抜きでございます。こちらですね、はい、お魚ソーセージ、魚肉ソーセージですね、はい、これをね、使って、ソースカツ丼みたいなね作っていきたいと思います。まあこれ1食ね、いくらでできちゃうのみたいな、これ1個いくらでしたっけね、多分50円するかしないかくらい、そんなしないかみたいな感じでございます。まずね、ここパラオンってやつね、このオレンジ色の憎いやつですね、皮をつるるんつるるんレレレンレンと剥いてくださいませ。そうしましたらね、このマップターツですね、マップターツ、はい、こんな感じでツンと切ってください。はい、そうしましたらね、これをさらに、マップターツですね、はい、こんな感じでね、できました。そうしましたらですね、まあ、これ揚げていくわけなんですが、片栗粉ですね、片栗粉でうちうちうちんこうちりんぱうち粉ですね、してくださいませ。そしてね、水溶き天ぷら粉、この中にね、打ち粉した、魚肉ソーセージ、スコンスコンスコルバコキンコロリンですね、はい、入れてくださいませ。はい、そしてこれをね、パン粉ですね、はい、パン粉にスポンスポンですね、まんべんなくパン粉をつけてくださいませ。もうね、もう見るからにお前これとんかつじゃねえのみたいなね、感じになっております。はい、これをね、4つ分ですね、丁寧に、スコンスコンとやってくださいませ。うん、このため、粉のサクサク感がね、非常によろしいんではないでしょうか。サクンサクンサクリンコと、うまそうに仕上がることを期待しております。はい、ラスト入ります。はい、サクンサクンですね。まあ、このまま揚げてね、おつまみとして最高ではないかとも思われます。はい、こんな感じで全部粉がね、つき終わりましたので、これをね、180度の油で揚げて、カツにしていきたいと思います。カツって言うんでしょうか。はい、油の方はね、180度になりましたので、魚肉ソーセージカツですね。はい、これをスコンスコンスコルバーコンコンとね、あとはガルムを待ちたいと思います。はい、魚肉ソーセージカツですね、いい感じで、揚がってまいりました。まあ、揚げ上がりの目安はね、もうこれ生でも食べられるんで、こう箸でつついてね、この表面カチカチ感ですね、もうパン粉が揚がったぞみたいなね、それぐらいの感じで OKOK だと思われます。はい、もう OK ですね、もうすぐ揚がってしまいました。それではここでね、必ず先に、火を止めてくださいませ。この魚肉ソーセージ1本揚げるだけでね、もう火災とか起こしたらもう最悪ですので、はい、そして油を切って揚げ台の上にガッツンガッツングリリンコですね。はい、もう必ず油ね、火を止めてくださいよ。はい、こんな感じでございます。そうしましたら、いつも言っておりますが、必ずね、このカスは救ってください。これすぐすくわないと油が酸化してしまってね、次揚げ物をするときとかね、もう胃もたれバリバリな油になってしまいます。もうこの作業だけはね、忘れないでください。火を止めてカスをすくうね、こんな感じでございます。それではね、ドルドルカツですね、これをご飯の上に乗っけていきたいと思います。お皿にね、白飯ライスですね、いきました。これにね、今揚げた、魚肉ソーセージカツ、これ贅沢ですね。この4つのねカツが乗っかってるみたいな、こういうちょっと衣の塊みたいなね、サクンと取って、捨てていただければ幸いかと思います。はい、そしてね、ソースカツ丼みたいなね、こんな感じでいかがでしょうか。まあ、これだけでもね、いいつまみ、いいご飯になるんですが、ちょっとね、カレーがあるんでね、カレーかけちゃおうかなみたいな感じでございます。前回作ったねカレーですね、もう足しに足し足し継ぎ足しでね、鍋底までいったらまた足すという感じで、未だにございます。はい、これをね、タレレ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 レ
テレレ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 レうまそうです。はい、そして仕上げにですね、こちらですね、バジリンキーですね。はい、まあ、あの大人のね、カレーカツカレーということで、こうバジルをね、バジルの粉をフリフリ、はい、完成でございます。それではね、テーブルの方に運んで食していきたいと思います。いい香りです。テーブルの方にですね、魚肉カツカレー運んでまいりました。本当はですね、魚肉カツのソースカツの魚肉ソースカツのですね、作っていこうかと思ってますからね。